可愛いですよね。チェキチェキこんにちは、表参道アーティストあよまるです。今回は40代50代の方向けに老けて見られない髪型を紹介していきたいと思います。私のチャンネルって結構40代50代の方も見てくださっていて、若々しく見える髪型教えてくださいとか、うまく年齢をカバーできる髪型はないっていう質問をよくいただきます。実際に私の美容室にも私よりもお姉様の方々がたくさん来てくださってて、いろんなたくさんの髪型をアドバイスさせていただくことがすごく多いです。なので今回はどんなところに気をつければ老けて見られにくいのかポイントを解説しながら説明していきたいと思いますので、ぜひ参考にしてください。はい、それでは説明していきたいと思います。老けて見られる髪型のポイントとしては主に3つあります。1つ目は前髪、2つ目はトップのボリューム、3つ目が全体のシルエットです。ではこの3つのポイントをそれぞれ解説していきたいと思います。まずは前髪からですね。前髪ってすっごい大事で、少し前髪の分け目をこう変えてみるだけとかでも全然印象変わってくるし、厚さをね変えたりするだけでもこう全然印象って変わるわけですよ。それぐらい前髪ってちょっと変えるだけで印象がガラッと変わって、もう前髪が数ミリ変わっただけで、それだけで周りの方に気づかれるってことも多いと思います。ね、この前髪がいかに重要かっていうのが分かりますよね。で、老けて見られる前髪の特徴としては、重すぎることと幅が広すぎることです。どちらも年齢相応の前髪としてはちょっと不自然になってしまうことが多くて、極端な例だとすごいワイドなパッツンの重いズシーンっていう前髪ですね。で、もちろんこのワイドなパッツン前髪って個性的ですごくおしゃれなんですけど、少し若々しすぎる印象を与えてしまう可能性があるんです。なので顔のバランスとちぐはぐになりやすくて、前髪は重すぎず厚すぎない前髪を作ることをおすすめします。あとはこの前髪の幅を広く作りすぎてしまうと、どうしてもこの顔の輪郭、特にこの頬骨のところとか、私も最近すごい悩んでるんですけど、ここがちょっとこけてるんですよね。頬骨が出てここの部分がこけてるので、この部分がすごい強調されちゃうんですよね。で、この輪郭が強調されてしまうことによって老けて見られやすくなってしまうんです。とはいえやっぱりこの生え際とかをね隠すために広めの前髪欲しいってなると思うんですよね。やっぱりそういう場合は私もやってるんですけど、こういう風にちょっと長めの髪の毛、前髪と同じ長さじゃないちょっと長めの横の前髪を作っておくとすごい便利ですよ。これ今みたいにこう耳にかけておくこともできるので、すっきりさせたい時はもうかけちゃえばいいし、ちょっと髪の毛結んだ時とかこの辺顔周り多めに出して動き出しても可愛いし、めちゃくちゃ便利です。で、あとはこの分け目の部分ですね。ここがこうペシッとパックリ割れちゃってペターンってしてると、これもボリュームがなくて老けて見られやすくなっちゃうんですけど、ちょっと分け目こう変えるだけでボリュームがほら出ますね。で、特にこの前髪のこの部分がすごいパックリ割れちゃっておはげちゃんに見えちゃうっていう方とかも、分け目をこう変えてちょっと前にずらしてあげるだけでもほらこの前髪の真ん中の部分隠れません？で、トップにもボリューム出るし、すごい便利ですよ、この分け目をずらすっていうの。前髪のところがどうしても薄く見えて嫌だなっていう方はこんな風に分け目をずらしてみるのもいいかなと思います。ね、いつも同じところで分けてますって方はもう知らず知らずのうちにこのパックリ分け目の癖ができてしまって、どんなにこうやっても結局戻っちゃうってなっちゃったりするので、いつも同じところで分けてるって方はもう毎日ちょっとずつ1ミリ2ミリぐらいでも少しずつ分け目ずらして、どこでも分けれるような癖をつけておくといいかなと思います。で、あとはドライヤーの乾かし方もすごく重要ですね。最初からパックリ分け目を決めてドライヤーでバーって乾かすんじゃなくて、最初は根元をこすりながらいろんな方向にこう乾かして、どこにでも流れるようにしておくといいかなと思います。もうここにパックリ分け目がもうついちゃってる、癖がついちゃってるって方は最初は結構ね根性が必要になってくるので、毎日毎日分け目ずらしながら、分け目こすって乾かしながらっていうのを続けていってもらえれば癖もだんだん取れていくと思うので、ぜひ諦めずに頑張ってみてください。はい、で次はちょっと今のと重なってしまうんですけど、トップのボリュームですね。このトップにボリュームが出ないっていうお声もよくいただきます。私自身もすごい猫っ毛で、根元がぺちゃーんって潰れつつ癖が出て毛先ぼわーって広がっちゃう猫っ毛の人間なので、トップがぺちゃーんってしてるとなんかすごい薄毛に見えやすいんですよね。毛先がボリュームがある分根元がぺたーんってしてると、なんかちょっと全体的に髪の毛薄いんじゃないかっていう印象を与えてしまいがちなんですよね。なのでそういった時は、まあ、さっきみたいに分け目をずらすっていうのもすごくいいんですが、こういうねくるくるドライヤー、ブロードライヤーがあるとめっ
超便利です。これ以前動画で紹介させてもらったんですけど、ご存知の方ももちろんいますよね。これブロードライヤーなんですけど、ただブローするときに使うだけじゃなくて、トップのふんわりを助けてくれるアイテムでもあるんですよ。では実際にちょっと使ってやってみますね。まずはもう私今ここでぺちゃんこの跡がついちゃってるので、一旦水で濡らします。これお水です。はい、まずは根元を濡らします。そしたら一旦この頭の部分外してもらって、風だけで一旦8割ぐらい乾かしていきます。でこの時もさっきも説明したように、根元を軽く擦りながら分け目をなるべくぼかすような感じで乾かしていってください。はい、これで今8割ぐらい乾きました。そしたらこのブラシのところを装着します。カチッ。はい、そしたらあとはまたスイッチオンにして、左右いろんな方向に溶かしながら最後10割まで乾かしていきます。もうこれだけです。もうね、全然違う本当に。ではやっていきますよ。はい、完成です。どうですか、さっきとちょっと印象全然違いません？トップがすごいふんわりしてる。ここを手でギュッて押さえつけても戻ってくるんですよ。弾力のある根元を作ることができるんです。こっちの分け目もいけるし、反対のこっちの分け目もいけちゃいます。どっちに分けてもトップのボリュームが出てくれますね。でこれやっぱりトップがふんわりしてるとすごい小顔効果になりません？さっきと違くないですか？この辺がのっぺりしてると顔が強調されちゃうので、顔って感じになるんですけど、この辺にボリュームあってふんわりさせてるとすごい顔がちっちゃく見える。でこの毛先のボリュームも収まって見えません？ここがぺちゃんこになってるとこの毛先のボリュームってすごい目立つんですけど、トップがふんわりしてることによってなんかあんまり目立ちにくくなってませんか？でもこれだけで全然印象変わるので、ぜひやってみてください。でこれでもどうしてもトップにボリューム出ないっていう方は、まあ、今流行りのカチューシャとかアクセサリー使ってちょっとハーフアップにしてほぐしてちょっとトップにボリュームを出すとか、カチューシャだったらもうこのまま特に見えちゃうところなんて隠せちゃうので、こういうのを使ってもいいのかなと思います。はい、では最後にシルエットですね。全体のシルエット、もうね、シルエットはね一番大事。今ので分かったと思うんですけど、こう形が変わるだけでね全然小顔効果もあるし若々しく見えますよね。今やった通りこのトップにボリュームが出るだけでだいぶ変わるんですが、他にもこの顔周りだったり髪の毛が全体的にこうペターンってしてると、ほらちょっと顔でかく見えません？輪郭がすごい強調されてる、よって老けて見られやすいんです。で髪型って黄金比っていうのがあって、髪型をこうひし形に作ることによって顔の輪郭をすっきり見せることができて、とっても若々しい印象を作ることができます。なのでこのトップの部分とこの横の顔の横の部分のこの髪の毛のボリューム、ここのバランスがすごい大事になってくるんですね。でこの横のボリュームに関しては、顔周りに短い髪の毛作って段入れてレイヤーカットをしてふんわりさせるっていう方法もあるし、私みたいにちょっと顔周り多めに作ってここをふんわり巻いていくだったり、このもみあげのところにも短い遅れ毛作ってここもふんわり巻いて顔周りにちょっと空気を入れるようにしていくっていうやり方もありますが、カットなしでヘアアイロンでふんわり感を作るっていう方法もあります。では実際に片方だけ顔周り巻いてどれだけ差が出るかっていうのをお見せしていきたいと思います。はい、巻けました。こんな感じです。ちょっと S 字カールにして顔周りふんわりさせてくびれっぽく巻いてみました。こう右と左見ると結構違いません？ペターンってなっている髪型、こっち半分まっすぐな方の髪の毛とこっちの巻いた方の髪の毛、全然違う。今自分でびっくりした。絶対こっち側の方が可愛いですよね。ほらこっちとこっち全然年齢違く見える。検証するとすごい分かりやすいですよね。ちなみにヘアアレンジで言うと、ポニーテールを結ぶ高さによっても老けて見えてしまうとか老けて見えないとか、ちょっとしたことで全然違って見えるので、
詳しい解説はぜひこちらの動画にしっかり説明させていただいておりますので、ぜひこちらも参考にしてみてください。はい、以上が老けてしまいがちな髪型のポイントとその対策についてのお話でした。もう反対側見せないように今しれっと後ろに持ってきました。今日お話しした内容は40代50代の方と言いましたけど、どの年代にも当てはまることなので、老けて見られないポイントをしっかり理解して普段のヘアケアだったりアレンジを楽しんでいきましょう。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンお願いします。また今後の動画なのですが、このチャンネルを見てくださっている皆さんがより求めている情報をお届けしていきたいと思っているので、こんな動画が見たい、こんな情報が知りたい、こんなお悩みを解決したいというのがあれば、ぜひご要望をコメント欄にたくさん書いて教えてください。で、動画のコメントもしっかり返していきたいと思っていますので、皆さんのいろんなご要望をお待ちしております。また過去の私の動画の中にもきっと参考になるものあるかなと思うので、こんな風に検索して見てみてください。そしてあやまるビヘアチャンネルの公式 LINE もあります。 LINE を追加していただくと5つのプレゼント動画もありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。